すぐに戻ってくれば大丈夫だよね。ずいぶん前に隠したんだろうな。独房へ行ってインヒューマンたちを解放する。試しまえ。お腹空いた。大きな黄色い扉、歓迎されてるって感じするね。これを開ければ入れる。私のことは見なかったことにしてくれる？
契約は明確だったはずよ。我々が治療し、あなたがメディアを操作。こちらは義務を果たした。だが治療とやらはどうだ。子供は家族から引き離され、行方不明者もいる。私にも限界があるんだぞ。世間は答えを求めている。それよりもいい案がある。アダプトイドが稼働すれば世間の関心は移る。それで治療の有効性が証明されず、もはやこれはテロリストの仕業ではないかというものまで出てきている。治療は有効だ。私はラパチーニ博士に全幅の信頼を寄せている。どこまでが嘘だったのだ。あのガスの効果はまだ一時的なものよ。もし私のフォーミュラがなければ彼らはそのガスで死んでしまう。実験は失敗だ。アダプトイドができたのはガスのおかげ。あなたが生きてるのはフォーミュラのおかげ。インヒューマンの体内で起こってることさえ解明できれば、その効果を自在に操れる。チャンスはいくらでもあるわ。すでに軍を作る程度の力はある。無駄を省く時期だ。中止しろ。私ってそんなに子供好きだった？このメンテナンスシステムはモニカのラボに通じてるはず。カマラがいる可能性が高い。抑えててくれる？もう、まあいいな。去年埋め込んでおいた管理コードがまだ修正されてない。いい加減ね。それじゃあ2番目のドアね。実物を見るのは初めてね。ターレットはここで軍隊を作ってる。
ラボで一番重要な場所ね。まずい。例の女の子じゃないでしょうね、モニカ。中に入らなきゃ。建物から出ていくつもりね。もうちょっと手応えが欲しかったわ。モニカの部屋ね。もしもし、誰かいるの？ここにいたのね。何か大事なものが隠されてるはず。いい部屋。本当の黒幕はモニカなのね。何年もスパイをやってたっていうのに、ジャージーシティの子供にエイムの中心部へ導かれるなんて。アダプトイドは政府から資金の提供を受けてる。兵士にとって変わる機会。あの愚かな連中は自分たちのクーデターの代金を払ってるってことね。いかにもスーパーヴィランのラボって雰囲気。モニカのラボね。よし、あの女の子の居場所を見つけましょう。独房のアクセスパネルはどこ？最近のローグを呼び出せるかも。あの子何考えてるの？勝手に動くなんて。でしょうね。さて、どこにいるの？ダークテリジュ。治療とは言えないわね、モニカ。引き出すため、それが目的。治療薬なんてもうどうでもいいのね。能力をコピーする間だけインヒューマンたちを生かす。危ない実験を行うための隠れ身のね。奪った能力でアダプトイドを作る。カマラを見つけなきゃ。始めました。話し合いで解決できそうにないわね。
仲間のところへ行きなさい。この醜い機械を何度殴りたいと思ったことか。思ってたより気分いい。無駄にした時間のお返しよ。あなたたちを壊せばエイムにはどれくらいの損失が出る？カマラはメインの独房エリアにいるはず。インヒューマンたちを一掃してる。手遅れじゃないといいけど。そんなのに隠れても無駄。
脱獄しましょう。ほとんどが連れて行かれたようね。カマラがここにいればいいけど。まだいたの？いくらでも相手して。望むところよ。死を呼ぶ視線ね。なるほど。怖いわね。もしタールとこいつらを大量に制御できたら私たちも危ない。さあできるもんなら止めてみなさい。かかってきなさいよ。それで全力なの？本気を出せる。
走ってみる。追いかけっこは好きなの。時間の無駄ね。ドアの鍵を開けないと。前は鍵を開けるなんて楽勝だったのに。あのテラスからインヒューマンの留置所に行けるのね。見つけた。タイニーダンサー、ブラックウィドウほどのインパクトはないわね。気づくのが遅いんじゃない？あなたがこの計画のブレーンなんでしょ？そうよ、褒められて光栄だわ。それじゃ黒幕に聞くけど、目的は何？タスクマスターとは違うの。そんな手には引っかからないわ、ロマノフ。じゃあ当ててみようかしら。あなたとジョージはアダプトイドのためにインヒューマンを利用してる。再生式フォーミュラを使えば彼らのパワーを吸収し尽くすまでは生かしておけるからね。それも一つだけど、もっと壮大な野望があるの。アベンジャーズにとって変わるつもり？そうやって自分中心に考えないで。
ガス。止める方法は。まだ終わってない。あの子どこなの？その手には乗らないわよ。インヒューマンたちをどこに連れて行くの？安全な場所よ。私のおもちゃは渡さないわ。あなたにとって人間はおもちゃなの？ああ、おもちゃじゃないわね。大義のための尊い犠牲。最低ね。いかにも悪党って感じ。何とでも言って、全ては人類の未来のためにやったことだから。あなたが捕らえてるのも人類でしょ。巻き添えなんてあって当然よ。あなたならわかるでしょ。同じようなセリフを聞いたことがある。必ず犠牲が出る。あなたの周りはいつだってそうじゃない。どういう意味？エーデーのこと忘れてないわよ。私もよ。アベンジャーズは何もかも破壊し、たくさんの命を犠牲にしてきた。エーデンでそれが明らかになったのよ。もうあなたたちは必要とされてない。あなたが閉じ込めた人たちを解放するまで私は戦うわ。我慢してきたんだから、ようやくあなたをぶっ飛ばせる。さすがわかる。
モニカ、あなたなら知ってるはずよね。インヒューマンたちは一体どこにいるの？知りたいでしょう。クソ、絶対吐かせてやる。スペシャルゲストがいるわ。連行する。拘束してちょうだい。飲みたいやつは？やったね。ねえ、女の子知らない？茶髪でこのくらいの。ああ、官房の中にはいたよ。一緒には来なかったけど。さあ、行って。ブラックウィドウ、なんでここに？さあ、ここを出るわよ。もう家に帰りたい。私何やってんだろう。ヒーローじゃないくせにこんな。クイーンジェットのみんなはそうは思ってない。私には無理。すぐ気を失っちゃう。ダメだった。ねえ、失敗はつきものよ。私もジャージーでは最悪だった。タイニーダンサー、もうあなたはヒーローよ。あとは自分を信じるだけ。来て、こんなとこ出ましょう。よかった。ごめんなさい。ダメだった。いやいや、いいんだ。ほら、中へ入るんだ。タイニーダンサー、会えて嬉しいわ。一発の救出劇はどうだった？褒めてほしいの、トニー。司令デッキで会いましょう。エイムがひるんでる間に急いで次の行動を起こすわよ。はいはい、挨拶は後ね。了解。もう何年も経つのにあなたのことが忘れられない。